もコジです。今回はこのハイプグロスルナ舌下神経について見ていきたいと思います。舌下神経というのは、名前の通り、舌の部分を、支配しています。それでは見ていきます。まず舌下神経の核なんですけど、核というのは舌下神経核のことで、この辺りにあります。でこの辺りの舌下神経核から出てきた繊維は、ここの錐体とオリーブの間を通って出てきます。これが、錐体でこれがオリーブです。そして出てきた舌下神経というのは、下の方に行くんですけど、何をしているかというと下の動きですね、運動を支配しています。つまり、神経核からこのへこんだところ出てきて、こう下を動かしてるんですけど、その時に通ってくる穴っていうのがこの側頭骨のある舌下神経管、これです。ここの穴を通って出てきます。後ろから見るとこの穴です。この穴を通って頭蓋骨の外に出ていくようになっています。最後までいただきありがとうございました。